エレーナ・ポレーノバは、ロシアの画家、イラストレーターである。ロシアの子供の本のイラストレーターの草分けで、アール・ヌーボーのスタイルのイラストレーションも描いた。サンクトペテルブルクに生まれた。父親のドミトリー・ポレーノフは、歴史家、外交官で、母親は、児童文学者で、アマチュア画家であった。エレーナの最初の絵画の訓練は、母親が行った。 兄に風景画家のバシーリー・ポレーノフがいる。兄弟と共にパベル・チスチャコフから美術を学んだ。サンクトペテルブルクの美術アカデミーは当時女性の入学を認めていなかったので14歳になった時に帝国美術振興協会の運営する絵画学校に入学し、イワン・クラムスコイに学んだ。1869年から1870年の間は でシシャャルルシャプランに学んだ1870年から1877年の間はパベル・チスチャコフの工房で修行を続け帝国美術振興協会で水彩画や陶芸も学んだロト戦争が始まるとエレーナとその姉妹は看護婦のボランティアとして病院で働き医師と恋愛するか結婚することはできなかった陶芸に習熟し 帝国美術振興協会から奨学金を得て、パリで陶芸家のテオドールデックラに学んだ。パリの工芸の世界で、アール・ヌーボーのスタイル2にに、初めて触れることになった。留学が終わり、サンクトペテルブルクに戻り、陶器の彩色を教え、彩色陶器を制作した。1882年に、家族の都合でモスクワに移り、美術教師として働いた。モスクワでは、 芸術のパトロン、サーバ・マモントフの購入したアブラムツェボーの別荘に集まった芸術家の一人となった。ここでは、ロシアの伝統的な美術の最高の活動が行われ、ポレノーバは民間伝承に興味を持ち、伝統衣装をデザインした。友人のエリザベータ・マモントフと民族資料の収集に取り組み、ヤロスラブリ州に旅し、スケッチを描き、民話を収集し、 地元の農民に伝統工芸を教えた。挿絵画家のビクトル・ハルトマンや画家のビクトル・バスネツオフと活動し、アブラム・ツェーボの芸術家村を芸術・工芸のロシアにおける中心とするのに貢献した。1886年にアレクサンドル・アファナーシェフによって収集されたロシア民は20編に挿絵を描いた。ポレーノバのイラストレーションは後のロシアのイラストレーター。 イヴァン・ビリビンやセルゲイ・マリューチンに影響を与えた。1890年代に入って工芸の仕事が主となった。1896年にポレーノバの乗った馬車の車輪が路面電車の線路に引っかかって転覆し、重傷を負った。この後遺症もあって2年後に亡くなった。ありがとうございます。